手品は大韓民国の歌手、大韓歌手協会会長。息子は歌手、シンガーソングライターのいる、トロット四天王の一人。貧しい家庭に生まれ、生活費を稼ぐために小学校卒業後から様々な職業に就く。1973年に思い出の青い丘で歌手デビュー。1974年に、 MBC 重大歌手歌謡祭新人賞を受賞。1975年、現代建設社長夫人との不倫が発覚し、貫通罪の容疑で身柄拘束される。数日後、競技離婚が成立したことで国訴が取り消され釈放。これにより、歌手文化委員会を除名処分になるなど活動に制限がかかり、禁止を余儀なくされる。活動を再開した後、 1980年に渡米。露天賞をしていた時に在ニューヨーク肝心経済人、協会会長で、後の継承南道地事金系の目に留まり、死のもとでビジネスを学ぶ。1984年に国内活動を再開。1989年に発表した、おきょんが7週連続1位を記録し、同曲を収録したアルバムは160万枚の大ヒットを記録。 この年のゴールドディスクにも選ばれる。翌年に発表した鏡も見ない女及び、後続曲のごめんごめんよは、共に KBS 歌謡トップ10で1位を獲得する。この年のソウル歌謡大賞で大賞を受賞。名実共に大物歌手の仲間入りをし、ヒョンチョル、ソンデグアン、ソルウンドと合わせて、トロット4天皇と呼ばれるようになる。 1993年には所属していたハンバック企画から独立し、個人事務所、ジナ企画を設立。プロデューサーとしても活動し女優のキム・ジャオクを歌手として、デビューさせデビューアルバムは60万枚を超える売り上げを記録させた。90年代後半からは、ソン・デグアンと合同コンサートも開催している。2000年には、愛は誰もできるものじゃないを発表を。 当時トロット楽曲として初めてミュージックビデオを制作し、累計20万枚を販売し、大ヒットを記録。2004年の同伴者などのヒットで人気を不動のものにしている。2005年には息子のイルが歌手デビュー。彼のアルバムレベル2にて親子デュエットを果たす。2009年8月19日には日本デビューシングルすまないを。 定築エンタテインメントから発売。本格的に日本での活動をスタートさせる。2010年には大韓歌手協会の会長に就任。2011年には会長としてからの騒動を収束させた。ありがとうございます。